矢後と南交差点から見た矢後と交差点付近。中央左奥に見える大きな建物は中京大学広小路通りの本山交差点付近を望む。生誕の厚田神宮東門付近、名鉄神宮前駅の傍らに位置する。山手グリーンロードの道路案内標識。山手グリーンロードは愛知県名古屋市内を通る名古屋の市道である。俗に、 山手通とも呼ばれる。厚田区神宮三丁目から名古屋の東部丘陵地帯を通って、本山で愛知県道60号名古屋長久手線に接するまでの半環状形状の道路である。山手グリーンロードの名は1984年に名古屋市土木局が一般公募した名前である。 応募数では一票と最低の部類であったが、若者の街を表すフレッシュさを買って採用された。また、同時採用された、ヤグマ2、太鼓2、東海2等12路線の中にあって唯一、カタカナ入りの名称である。ヤゴト山の上り坂、下り坂、緩やかなカーブが続き、グリーンロード沿いには、名古屋大学、南武山大学、中京大学、名城大学など、 いくつかの大学が集中していることから、山手キャンパスタウンあるいは、大学の丘などの愛称で呼ばれることがある。山手通りあたりは、マンションや名古屋第二赤十字病院などがあり、道も昔の丘陵のイメージを残した感じとなる。名古屋市の中南部と東部を結ぶ、ほぼ4車線の道路。山下通り交差点から元山交差点までは地下を、名古屋市営地下鉄名城線が通っており、 名古屋大学のキャンパス内を地下鉄と共に通過している。2012年までは名鉄神宮前駅前にこの道路と交差する手動式踏切があったが廃止された。以後車両は通過できなくなり、歩行者も2016年以降は新しく作られた歩道橋で行き来する形になっている。ありがとうございます。